こんにちは、茨城の嫁っ子です。今日は駐車場からスタートです。4月29日鹿島アントラーズ対ガンバ大阪戦を見に来ました。この動画では観戦記をお送りします。このチャンネルでは鹿島アントラーズを応援しています。チャンネル登録がまだだよっていう方はぜひ登録お願いします。観戦始めていくという方などにヒントになれば幸いです。奥に見えるのが鹿島サッカースタジアムです。青空も映えますが、夜ライトがついているスタジアムも素敵です。スタジアムに向かって歩くとキッチンカーが並んでいます。こちらの唐揚げ美味しいです。この日は香取市の日で、特産物などのプレゼントを行っていました。日によっていろいろなイベントをやっているのも現地観戦の楽しいポイントです。ガンバ大阪戦ということで、たこ焼きで有名なククルが来ていました。大人気です。ローストビーフ丼のお店は列が長かったです。私はクレープをいただきました。安定のチョコバナナです。スタジアムに入りました。メイン席からの眺めです。選手のウォーミングアップを眺めます。ガンバ大阪といえば、昨年まで鹿島でプレーをしていたファンアラーノ選手がいらっしゃいます。元気かな、お手柔らかにお願いします。鹿島の圧巻の応援です。フラッグがかっこいいです。鹿尾さんが登場しました。
リーグホーム戦で勝ちました。昨年の8月14日の試合以来です。やっとです。本当に嬉しいです。リクシル賞は土井翔馬選手です。本日2ゴールの大活躍です。ファーラーの選手が鈴木選手と抱擁しています。鹿島のサポーターに挨拶しに来てくれました。律儀でとてもいい選手です。
このチャンネルでは鹿島アントラーズを応援しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。次のホーム戦は国立ですね。とても楽しみです。ではまた。